いやさすがたかしくん。お、なんか雰囲気のある道へ入っていきますね。めっちゃ涼しくなかったですね。もしジローがあったらどうする。いや、いいです。ジローが呼んでる。うわいい匂い。あ、超いいじゃん。天丼も結構いいと思うよ、僕は。まんじゅう？おじいちゃんに買ってこかな。大エビ天丼うまそう。まあ、とりあえずみんな行っちゃった。とりあえず見るべ。大エビ天丼がえげつない。でもね、世の中のあれはね、イメージとは違うっていうのがね、常識だからね。あ、干物だね。これは母ちゃん好きだよ、干物は。生干しイカってもうイカじゃない？うん。生干しイカってイカじゃない？生なのか干してんのかね、わからないね。いやうまそうだね。やばい、ミスト出てるよ、ミストが。これが涼しいんですよ、これがね。これ涼しいんだ、わかるか、ね、俺らはな、食べ物を求めてるんじゃない。食べ物かな、俺らを求めてるんだ。俺らはな、食べ物を求めてるんじゃない。食べ物かな、俺らを求めてるんだ。わかるか、デブだな。最高だね。わかりました。祇園、祇園いいですね、祇園。まあ、太一くんはワンチャンね、これ食べたいんだよね。大エビ天丼やばいでしょ、うまそう。何を食べるんだい、たかしくん。たかしくんは何を食べるんだい。え、これでいいや。いや、こっちに目がいっちゃうんだよな。それこれに目がいっちゃうんだよな。いいやばいね。しましたね、お店の中に無事入りました。これはね、本当はやっちゃいけないんだけどね、顔拭くよ、俺は。本当はやっちゃいけないって知ってますよ、知ってますけど、顔拭きますよ、僕はこれで。熱いもんね。関係ねえ。皆さん、これは何茶かな、これは何茶かな。緑茶だ。あ、うまいな。運転疲れた。運転疲れた。カリソンすでに2時間進んでる。おかしくない？あ、カイツ来た。あれこさあやってまいりました、海鮮丼でございます。でまずはね、素材の味をね、楽しみたいと思います。下マークいたら大丈夫かよ。くちゃくちゃ食えでしょ、くちゃくちゃ食え。虫やばい、超トロピカ、トロピカルじゃないけど超トロリンチョ。あ、トロリンチョでございます。全部はかけん、ちょっとかけて素材の味を残しつつ、一挙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 生姜とわさびをね、なんて言うんだ、合わせて、合わせた。やべえ、虫がいる。これをね、ここにね、かけ回したいと思います。あら海鮮丼なんでね、これちょっと生しらすのせます。生しらす調味、これうまっ、マジうまっ。ガチの方だね。生しらすマジうめえよな。カンパチじゃね、これカンパチか。え、俺のこの食い散らかしたやつでいいんだったらいいよ。あれ空気、あれ食うの、うん、うまっ。生しらすね、魅力わかんないけど。単品って生しらすとかなかった。これがしらすと生しらすの違いなんですね、先輩。これはうまい、これマジでうまい。だって見てよ、マグロに白い線が入ってる。うまい、うまい、うまい。絵面汚いんだけどね、イクラとシラスとね、マグロとね、カンパチとね、なんだこれ、貝柱だ。ちょっとかけてないじゃん、これ。ありがとうございます。これでいくらかな、確か1500円ぐらいでしたね。アメ横見事に綺麗に食べましたよ。うまかった、超うまかった。え、これじゃ取れないよ。カイツ美味しい。カイツ頼んでる。何それ、なんていうメニュー。刺身3点。ここでカイツさん、カイツさん店、カイツさん店。何頼んだの。
ガブロス兄のたたきと、稲田とカンパチ。稲田って何？稲田どっちだろう。多分こっちか。稲田ってあんま聞いたことないんだよね。稲田こっち、うん、多分カンパチこっちで稲田こっち。俺カンパチ頼んで、これだから、うん、まあ、こっちカンパチだよ。貝型のカンパチ、うん、美味しかった？どこに使うよ、うん、感想言ってじゃあ、うん、台湾語でいいよ、あ、中国語でいいよ、中国語で。チャンコンチンジャンジョバチョジャ。こういうの悪口言ったらだってね、いろいろなんかあるでしょ。はい、食べ終わりましたね、ご飯。はい、ね、暑すぎて死にそうです。暑くて死にそう、そしてカイツが生ものを食べて死にそうということでね。買ってでしょ、食べてじゃねえよ。生ものを買ってね。今から釣りをしに行きます。いるよ、これからやる釣りの意気込みを高志くんお願いします。海の魚全部釣ってやる。とんでもねえ。高志くんが言いたいのはパイオニアってことです。熱海あれなんだろう、1月花火。ああ、熱海の花火。ということでね、釣りにやってまいりました。ここは何という場所ですか？わかんない。勝間だ。ここは何という場所だ？わかんねえ。勝間でやるべきだった今。勝間だ。今日は釣り来たから。今日はみんなでね、釣りするから。ね、勝間だ。ブーはブー。そうっすよね、ほんとにね。雑。今のはやばくね。今のは雑だった。カイツがやるモノマネで全部カイツなんだよ。コスマと行けよ。たかし、お前こっち来いよ、お前。たかし、お前明日の朝4時、インサイドヘッド行こうよ。早すぎだ。明日の朝4時、化け物の子行こうよ。ちょっとこれ釣りどこですんのよ。ねえ、勝間だ。モノマネ飽きちゃった。普通にいいよ、そっちにやり。いや、みんな釣ってますね。釣れてるのかな。やっぱいいね、やっぱいいわ。さっき電話した時、名前とか言ったんだっけ。言ってない。4人で行くんですけどっつったら、あ、全然大丈夫っすよって女の人が言った。あ、貸し竿セットってあった。貸し竿セット、4人なんですけど、さっき電話したんですけど、釣り久しぶりだな。うん、あ、ここか。あ、どうも、はい、こんにちは。はーい、これ2人で1組ね。これが餌ですね。動画見てくれてありがとう。高評価、チャンネル登録よろしくな。せいや、それから俺のサブチャンネル動画、大地のディートは大地の地、それもチャンネル登録&見てくれよな、よろしく頼むぜ。 Twitter Y755 やってるからよろしく。おいえ、伸びた、聞こえんか、俺のことを何だと思ってんだ。